堀田喜一原作ドラマ CD 君と僕。浅場雄貴、愛読士はアニメージャー。松岡俊です。茶道部に入ってます。佐藤正樹、高校1年。立花千鶴です。チャームポイントは泣きぼくろです。浅場雄太です。双子の弟がいます。こら、カナメッチ、波を止めんな。合コンの基本は自己紹介だぞ。なんで合コンなんだよ。お前がしつこく呼び出すから出てきてやったんだぞ。もうノリ悪いな。せっかくユッキーとシュンちゃんに女役に回ってもらってまで人数合わせしたのに。そこまでする意味がわかんねえよ。シャイボーイはほっといて。はいはーい、好きな男性のタイプが知りたいです。そうね、私に世の中お金より大切なものがあるって証明してくれる人かしら。するす、自分証明するっす。酒に溺れ、男に溺れ、あなたの過去も全て抱きしめるっす。シュンさんは優しい人ですかね。シュンちゃんは優しい人だと好きになるの。なんでこいつらはノリノリなんだ。バカな集まりか。よし、お次は王様ゲーム。うわー、気になるあの子と宙の予感。これでカナメッチもドキドキ。俺やんねえから見学。あら、坊やは王様より女王様ゲームの方がお好き。アホか。やめて、ゆうきママには紙コップじゃなくて愛をぶつけてあげて。もう身も心もボロボロなの。知るか。昔からそう、男が優しかったことなんて一度も。どんなキャラだよお前ら。でも千鶴くん、なんでいきなり合コンなんですか。今日七夕だから。七夕関係ねえだろ。大ありだよ。だって七夕に結ばれた男女がその年の織姫と彦星の称号を得るんでしょ。とりあえず形式だけでもやってみたいじゃん。そんな七夕初耳ですね。え、なんか違った。七夕の日はですね、夜空にかかる天の川を挟んだ織姫様と彦星様が年に一度だけ会うことができる日なんですよ。ほうへー。ほうへーってあんた、その間違った七夕はどこで覚えてくるのよ。俺ハーフだからさ、小さい頃母さんからいろいろ日本のことを教えてもらったんだけどさ、細かいとこは記憶曖昧なんだわ。あと七夕の日は短冊に、はいはいはい、願い事書いて笹に吊るすんでしょ。そこは覚えてる。子供ながらに興味津々だったから。よく丸出しな幼少時代だな。じゃーん、短冊セット。はいはい、みんな書きましょう書きましょう。書いても吊るす笹がないじゃん。もう小さいことまで突っ込まないの、ゆうたんてば。小さくないよ、致命的だよ。おい、何ガードしながら書いてんだよメリー。いいでしょ別に。っていうかメリーって呼ばないで。だってお前羊っぽいじゃん。できた。短冊懐かしいな。しゅんちゃん、まさきちゃん、どうしたんですか。しゅんちゃんは短冊なんて書くのかなって。そうですね、僕は英語が全然ダメなんで成績の向上。ん？ゆうたくん、英語の課題っていつが提出日でしたっけ。ん？明日。はあ、すっかり忘れてました。どうしよう、まだ途中なのに教室に置いたままだ。いいじゃん、2、3日遅れたって。僕点数全然取れてないから提出物で穴埋めしなきゃなんですよ。はあ、とにどんくせえな。行くぞ、ほら。え？学校取りに行くんだよ、明日なんだろ。あ、はい、ありがとうございます。あー、めんどくせえ。つうことだからお前ら後は勝手に。あー、もうちょい待って、今片付けてるから。ってくんのかよ。夜の学校か、楽しみだな。で、学校来てみたはいいけどさ、この時間じゃ閉まってて当たり前だと思うんですけど。ですね。まあ落ち着けお前ら、俺に任せな。おお、すごい。なんでここは鍵がかかってないってわかったんですか。
生徒会委員のこの俺に知らねえことはねえぜ。壊れた鍵を直してほしいって申請が出てて、そのままにしてたからな。ただの職務怠慢じゃん。それにしても廊下とかこんな暗いとさ、曲がり角すら怪しく見えてくるよな。なんかが待機してそうで。え？もしかしてビビってんの？そんなこと。ビビってねえよ。はい？いや、なんでも。夜の学校ってなんかウキウキすんな。ウキウキって何か出そうなんじゃなかったの？幽霊とか。いや、本当に出たらやだけどさ。でもほら、窓から割と光が。え？あれ？あの木の影、子供？いやいや、まさか。目を凝らしてもう一度。え？いなくなってる。で、出た！ですか、幽霊。子供の幽霊が中にあの木の影から俺らのこと見てた。もうダメだ、俺ら呪い殺されちゃうよ。バカ野郎、どうせ見間違えたんだ。今時幽霊なんか出るか。いや、幽霊は時代流行関係なく出ますよ。あのさ、もしかしてそれトイレの花子さんじゃない？ええ、千鶴くんが見たのトイレじゃなくて中庭ですから。いやいや、逆に今時トイレってないと思うんだよね。なんで君たちさっきから今時とか言うの？幽霊に時代流行ないから。へえ、でも中庭って花子さん行動範囲広くなってね。そりゃ花子さんぐらいメジャーになったらテリトリー広がるよ。うわ、怖え。花子さん侮れねえ。しゅんちゃん怖いよ。大丈夫ですよ、花子さんって決まったわけじゃありませんしね。あとはトイレの太郎さんとかね。いや、太郎さんは花子さんブームにちょっと便乗してるところがあるからさ、なんか違うよね。つか、なんでお前らの幽霊のイメージトイレに集中してんだよ。ねえ幽霊、何しても幽霊なの？ああ怖いよ。とにかくこんなとこで食べてねえで、さっさと忘れ物取って帰りゃいい話だろ。行くぞ。おい、なんで誰も行かねえんだよ。いや、あの、先頭はちょっと、怖いかなって。女の子に先歩かせる気？んだよ、情けねえな。んじゃあ。お前ら先行け。やだよ、怖いよ。俺たちも怖い。嘘つけ、余裕だろ。さっきまで重くそ幽霊トークで盛り上がってたじゃねえか。そんなことないよ。俺たちの笑顔が恐怖に凍りつく瞬間を見てなかったの？凍りつく瞬間も見てねえが、お前らの笑顔も見たことねえからっていうか、カナメッチが先頭行けばいいじゃん。この中で一番幽霊と対等に張り合えるくらいおっかないのってカナメッチだもん。張り合えるか！地震、雷、火事、カナメ。ねえよ、そんな言葉！まあまあ、つまりさ、先頭切ってみんなを引っ張ってく姿が一番似合うのって、やっぱりカナメなんだよ。そうか？うんうん、そんな要のたくましい背中を俺たちはここで見送るから。見送んなよ、ついてこいよ。だって怖いもん。ねえ、あのもう公平にじゃんけんで決めません？さっきから全然話が前に進んでない気が。じゃんけんか、普通だね。いいじゃねえか、普通で。どういうオチを望んでんだお前は。じゃあ皆さん、恨みっこなしということで、せーの、負けたら戦闘、じゃんけんぽん！あー！負けた！つーことでよろしく。絶対やだ！さっき幽霊を直視しちゃった傷も癒えてねえのに！鬼！今度こそ幽霊目の前に出てきたらどうすんのさ！戦えば？うまくいけば教科書に名前載るかもよ。学校のために命を懸けた男とかってな。うまくっていうか俺死んでるじゃんそれ！大丈夫、なんとかなるって。運は君の味方だ。じゃんけんに負けた時点に見放されてますから。往生際は悪いわね、さっさと行きなさいよ。いやいや、カニや。